夜の11時くらいですかね。突然堀江さんから、ひろゆきお前暇かって電話がかかってきたんですよね。いや寝るところだったんですけど。答えたら今可愛いことホテルに行くところなんだけどお前も来てくれって言うんですよ。それでちょっと期待しながらホテルに行ってみたら結構可愛い子で僕もちょっとやる気になっちゃったんですよね。でもシャワー浴びて準備してベッドに行ってみたらなんとその子